あれ、ビールあった。ビール命すぎ。モカ太郎の動画。はい、こんにちは。こんにちは。モカ太郎と、おたこしです。イエーイ。久々に動画を撮ってるけれども、先にいただきます。朝日。スーパードライ。あのね、前回の動画で言ってた、あの、めんどくさい事件が、やっと解決いたしましたことを皆さんにご報告いたします。乾杯。うぅいただきます。まあやっと話せるよ、やっと話せる。ここ2週間は私何にもできんかったよ。ずっとパソコンの前で、あの、書類作ったり、議事録議事録っつって、あの、すごい、あの、厳格な、なんか会議書みたいな、会議終わった後にこういう会議しましたよっていうのを議事録って言うんだけど、それ正式なやつね。それをもう2週間ぶっ続けで、ほんと大変だった、マジで。あのね、今から話すことは、あの、私の動画、ここに、あの、住んでる住民の皆さんも見てくれてたりするから、親方の友達とかも見てくれてたりするから、あんまりね、あの、正直赤裸々に喋れないんだけど、なんだろうな、町の会議で赤裸々にもうここには状況を話さなければいけないってことは決まってるから、まあ、いずれもどっちにしろなんだけど、まあ、ここでは赤裸々には語らいよ。あの、プライバシーもあるから、かわいそうやから。モカ太郎の動画。子供とか若い人じゃ多分理解できない話をこれからするね。おそらく、あの、40代から以降の方だったらおそらく分かるような話を今からします。ものすごい大人の話。まあ、日本に住んでるじゃん。で、日本に住んでると、まあ、町があるわけよ。あの、皆さんが住んでる町は何々町、隣町は何々町っていう、そういう名称があるんだけど、その名称によって町のリーダーっていうのがいるのね。あの、なんて言えばいいんだろうな、まあ、言っちゃえ、自治会長だ。自治会の話ね。自治会のリーダー、自治会長が今回ちょっと悪いことしちゃって、で、その自治会長の副リーダーが私なの。私なのよ。これ言っちゃっていいかな。まあ、いいか、別に。これから回覧板で全部回っちゃうしね。臨時会議で決まったからしゃあねえな。言うしかねえ。あの、まあ、悪いことやっちゃったの。町のリーダーがね。目に見えるぐらい、あ、これはもうダメだなっていう状況に至ったのが、半年前ぐらいかな。半年前ぐらいから、おいおい、ちょっともうそろそろやべえんじゃねえか、対処しないとっていう状況に至って、町のみんなを集めて会議とかいっぱいしてたの。私たち調査とか、まあ、対処とかしてたわけなんだけど、そんな中でね、あの、問題起こしちゃった人がね、さらに問題起こして、さらに問題起こして、もういたちごっこみたいに問題起こすと、そのこういう問題が起きましたっていう資料を作らないといけないのね。自治会ってそういうもんだから。で、問題起こしたから議事録作るじゃん。で、議事録作って、それをみんなに報告するじゃん。で、報告してる間にまたいろんな問題起こるからさ、もう議事録作って会議、問題起こして議事録作って会議、問題起こして議事録作って会議が、もう本当にもう言っちゃえばずっと続いてたんだよね。ずっと続いてたの。1ヶ月どころじゃないよ、本当に。リーダーって可能な限りね、大切な会議とか出なきゃいけないんだけど、そういうのもね、あの、バックれちゃって、代わりに私が行ったり、もう本当にケツ拭きばっかりしてたんだよね。ほんで、しまいにはさ、なんだか警察沙汰にも何回かなってさ、ほんで、警察沙汰になるのは、まあ、いいんだけどさ、なんでそうなったかっていう経緯とかの議事録も全部作ってさ、本当に、あのね、
各施設に相談窓口っていうのがあるんだけど、どこの窓口行っても創立以来前代未聞の大事件っていう風に、私よりもはるか上のもう大先輩方、もうその施設のめっちゃ偉い人に当たる人たちがみんな口揃えて、もうこれ大変だと、前代未聞だと、ちょっと考えられない非常識な出来事が起きてる、頑張りなさい君って言われたの、頑張りなさいって頑張りなさいって頑張っちゃうよねで頑張ってる間にあの動画かなり休んだよね、最長14日ぐらい休んだと思うんだ、その前も7日間とか、もう本当に休まないと、休まないっていうか、なんて言えばいいんだろうね、本当にねびっくりするぐらい丸一日、本当に丸一日使うような生活の仕方をずっとしてたの今まで。寝てなかったの？寝てない。なんかいや寝れんだよ、いつでも寝れるんだけど、スイッチ切れるんだけどプーンってだけどここで私寝たらさ、誰が解決するのっていう、そういう気持ちもありさ、ほんで町のリーダーの問題だから結局町全体の問題になっちゃって、町全体の住民が巻き込まれたりしてすごく嫌な気持ちになってたのね、町のみんなが。そういう話もいっぱい聞いて、じゃあ誰が解決するのってなったら、みんなで解決するしかなくて、みんなで解決するには どうしたらいいのって言ったら、会議するしかなくて、会議するにはどうしたらいいの、資料必要なわけで、で資料作ったけど誰が MC すんのとかっていう、そういういろんな大人の事情っていうか話になってくるわけだから、やるしかないじゃんやるしかないじゃん、で一生懸命やってたの寝ずに。そしたらね、新品で買ったコピー用紙全部なくなった丸一冊、あれ何枚入ってるのか知らないけど、何枚以上あるよ、いや分からん、なんかこういうのあんじゃん A4 のさコピー用紙、これね丸々一個なくなったの、事件解決するまでやばくねそれぐらい、それぐらいドラララッつって、やばくね、もうほんと頭いっぱいいっぱい使った、まあ、今言ったように自治会なんて言ってもさ、子供とか若い子はうんってなるじゃん、だいたい親の世代が切り盛りしてくださる、うん、まあ、ところがほとんどだと思うんだ、今子供とか若い子がその町に住んでる、その町の、あのなんて言うんだろうな、治安とか整備関係だとか街灯とか、あの消防車来てくれたりとか、あの通りにくい道とかをきれいにしてくれたりとかも、まあ、自治会によってルール違うんだけど、町の管理は全て自治会っていう団体が切り盛りしてきれいにしてくれてたりするのね、だからね自治会ってすごいところなんだけど、その自治会のその自治会の自治会のあらららおい大丈夫、自治会のやめろ、トップだよトップだよ、とんでもねえことしてくれたもんでよ、私は1ヶ月以上仕事を休まざるを得なくてよ、暴れる可能性があるから用心棒として出動したりだとか、もうねすんごい損害受けた、私はいいよ、副だから、副リーダーだから、まあ血拭き担当だろうなって覚悟してたんだけど、一番かわいそうなのはね子供たちだよね、もうとんでもない問題がね一個二個どころじゃないよ、あの問題全部記録したんだけど、軽自動車1台分ぐらいの問題が積もりに積もってた、それを全部解決してたのみんなで、で警察に関しても正直あの警察関与って私人生の中で何回か経験しててぶっちゃけ慣れてて、で警察官の中でも質があるのも知ってて、まあ、その対処次第で結果が変わることも知ってて、まあ、いろいろ現実的な話人によるんだよね警察官って、だから今回も警察に通報した時も刑事ドラマに酔いしれたわけわかんねえ警察とかしかいねえんだろうなって正直思ってたの、いやこれリアルだから知らないよね、知らないよね、あのどうしようもねえやつしかいねえんだろうなと思って正直期待ゼロで行ったの、そしたら、まあ、私がお世話になってた時っていうのは5、6年前ぐらいになるのかな、
やっぱ 5,6 年の期間ってすごくて人が変わってたんだよね。で、新しくお世話になった刑事さんは初めてだね。初めていい人だなって思った。この33年間の中で出会った警察官の中で初めて、ああやっと警察官に会えたって思えるぐらいいい人だった。すごい助かったよ。私が紛争してる間にさ、やっぱり自治会関係者の中でもさ、胃が痛くなっちゃったり体調崩してたりとか、まあ苛立ちを隠せてない人とかいっぱいいたから、正直戦いきるかなって不安だったんだよ。私単体だったら獅子もぎれても最後まで食らいつくんだけど、仕事ね終わってすぐに会議出なきゃいけないっていう日々が結構続いたりしてたし、うん、みんな各自仕事とか用事ある中で時間割いて集まって会議してくれてたから、正直目真っ赤っかな人もいたし、無理させて申し訳ねえなっていう気持ちずっとあったんだけど、そんな中でね、協力してくださった今回の警察の方、刑事さん、めちゃくちゃいい人だったな。マジかって思ったもん。話もちゃんと聞いてくれて、うん、まあ最初に県警に電話してから小さい警察署に電話したっていうのも正直あるかもしれないんだけど、うん、でもそんなことはないような気もする。やっぱり人次第なのかな。何でもかんでもそうだよね。だからよかった今回は。でね、結局逮捕事例までは行く前に問題を解決することができて、まあ、今後何かあったらすぐにやってもらえるようにしていただいたんだけど、ね、本当にね、前代未聞の問題としか言いようがないぐらいの内容だった今回の問題は。問題を起こした人からは深い謝罪をいただいたんだけど、どうなっていくんだろうね今後。なんかね、台風の中に突っ込んでいくみたいな感じだった。自治会ってみんなの自治会だから、会議場所で一つになって各自自分の知恵を絞って提案してくれて、私たちも提案して、みんなが提案して提案して提案して、なんか一歩一歩全員で二人三脚じゃないけど解決に向けて歩んでる感覚があって、すごくね、胸が熱くなった。なんかすげえ感動した、マジで。申し訳ないなってずっと思ってたんだけど、それ以上にもう先人がさ、先人がよ先人が偉大すぎて、うわすげえって思った。こんなことまで過去にしてくれてたんだとか、なんか私が子供の時に何も考えないで鼻垂らして街歩いてる中で、先人たちは一生懸命街のことを子供たちのためにやってくれてたんだなっていうのを目の当たりにして、私も真剣に向き合わないとなと思って一生懸命頑張ってた。本当にかっこよかったよ、街のおじいちゃんたち。うん、強いよね。強え、マジで強え。私一番心配してたのさ、問題の人ボコボコにするんじゃないかなと思ってすげえそれだけ心配してたのよ。アクティブな元気なおじいちゃんいっぱいいるから、もうなんか変な話、脚立で顔面ぶったたくんじゃねえかなとか、そういう心配してたんだけど、まあそういうこともなく、ものすごくジェントルメンで、ものすごく頭がキレッキレで、確実な情報を提供してくれて、それで正確に解決に向けて歩むことができた。びっくりしたね。びっくりした。やっぱり。一番誇れるのがね、怪我人ゼロっていうところかな。私覚悟してたんよ。そういうのも慣れてるからさ、もともと私アウトローの世界の人間なんで、いろいろ覚悟していろいろ武装して用心棒したんだけど、まあ、最悪な結果は逃れられて怪我人もゼロで済んだからよかったなって思って、もう本当に今回の事件は内容は最低最悪で、前代未聞のクソみたいな出来事だったんだけど、人の温かみを再認識できて、この街やっぱり大好きだわって思えた、そんな出来事でございました。うん、あと今まで苦手だった警察の人もね、警察の中にはやっぱり
まともでいい人もいるんだっていう、ある意味希望ではあったんだけど、それが現実として目の前に現れてくれたっていう感謝の気持ちもあるね。うん、そんな感じかな。大変だったわマジで。なんで副リーダーやっちゃったんだろうマジで。なんか普通の人が生活していく中で絶対起きないような問題にぶつかること私多いんだよね。なんかイレギュラー当たるよな昔から。しかもその問題がめちゃめちゃでかいんだよ毎回でかいよね。毎回でかい。でもなんかでかいのばっかり来るからさ、感覚が麻痺っちゃって、今回ねあんまり感情も揺らぐことなく冷静に淡々と処理できるっていうロボットみたいな感じになってたかな。だから一時期ここの床全部が資料だらけになったりとか、千手観音みたいだったね、うん、本当によく頑張ったよ。いや私じゃねえな、町のみんなが頑張ってくれたから私が動けたんだ、うん、うん、そういうことだな。一番嬉しかったのはね、親方の痕跡があったのよ、自治会に。親方が一生懸命町を切り盛りしてくれてた資料とか写真とか字とかさあって、同じ道ちゃんと歩めていくかななんてしみじみ感慨深く思いながら、親方よりもしっかりできるように頑張りたいなって思いつつ、いや無理だなって思いつつ偉大さを再認識して偉大すぎて無理、偉大すぎて無理、親方は偉大すぎて無理だけど、なんか痕跡見つけたと思って嬉しかったな。その時なんかいつもなんかそばにいてくれる感じはするんだけど、なんか改めて、あ近くにいてくれてんなって再認識できたっていう。だから余計ね、この問題をみんなで協力して一番いい結果になれるように全力で私力注いでました。だからね、もしかしたら私がおばあちゃんになって、なんかいろいろ自治会とかでみんなで記念写真撮って、会議場所にこう額縁に入れて飾ってて、おでこしが大人になって、ここの自治会切り盛りする時になったらその写真見つけると思うよ。なんかバトンみたいだね自治会って。うん、そんな感じでさ、その問題を解決している最中に私のスマートフォンに着信があったのよ。でね、その着信どこからだというと、パキスタン？スリランカじゃない？スリランカだ。スリランカ、なんで覚えてんの？だってさ、君教えてくれたじゃん。そうなんだよ。教えてくれたじゃん。なんなんスリランカから着信とか、わけわかんないんだけど、本当に。あ、スリランカだ。みんな気をつけてね、今なんかね。スリランカとかわけわかんない国から、ワン切り詐欺っていうのが流行っててさ、コールバックすると多額の通話料金を請求されるっていう詐欺が横行してるのね。皆さん気をつけてねっていう。モカタロウの動画。ということで改めまして、私、大問題解決しましたので、通常運行に戻りたいと思います。まあ、皆さんもね、いろいろ自治会あるとは思いますが、こんなどうしようもない問題が起きる自治会もあるということで、皆さんに一つご報告したいと思います。なんだっけな。罪を憎んで人を憎まずだったかな、そういう言葉があるように、問題は解決したから、その人に対する不満とか怒りとか憎しみっていうのはもうゼロだからね。もう全部コロナのせいにしよう。いやー、この動画のコメント欄が怖えよ、うん、自治会バチバチにやってる人とかいると思うよ多分、動画の中で。いるよ、年齢層高いもん、男性が多いしね。女性でやる人あまりいないよね。私は見たことないから。乾パン食べる？